どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。昨日はね、この林風というね本を届けてくださる方がおりました。あの朝起き会っていうらしいですけどもね、早く朝起きてなんか集まって何かをするみたいなところらしいんですけどね、まあ、こことはねもう10年とか20年ぐらい前からちょっとご縁がありまして、こういった冊子を持ってきてくださる方のまあこのね、こういうのを読ませていただいて、この YouTube でも紹介することがあったんですけども、昨日はなんとねこれをね5冊か6冊ぐらいボーンとね置いていって、知り合いに配ってもらえませんかって言われたんですよ。いやちょっとずうずうしいなと思ったんで、いや私は人間関係がないんでこれ配りませんよと、うん、申し上げたんですよね。まあそう言わずにっていうんで、でもこれ受け取ったら1冊は読みますけども、残りの何冊かはそのまますぐゴミ箱にこの後入れますよって言ったら、じゃあさすがに返してくださいってなったんですけどね、やっぱりねこれ大変だと思うんですけども、1冊1冊お配りした方がよろしいかなっていうのと、あとはやっぱりこう私がねこうあちこちに配りたくなるようなこうコミュニケーションを取らないといけなかったのかなというふうに、まああのその方を見てね私感じたんですよね。自分だったらどうするかなみたいなね、少なくともこの中に今回はこんないい記事があったんでぜひ読んでみてくださいみたいなことからスタートした方が良かったのかなと、まあ、要するにねこれ渡して終わりになっちゃうんですよね、うん、やっぱりこうビジネスとかでも商品を渡したら終わりじゃなくって、その後それをどう活用すればいいかってことをお伝えすることによってね、ああじゃあ使ってみようかなっていうふうになると思うんですけども、うん、ただ渡せばいいってもんではなくてね、やっぱこう野菜でも果物でも渡した後どう調理してどう食べるかっていうところがイメージできるから、こうスーパーに行ってもね、一つのかぼちゃとかを取ると思うんですよ。だから素材そのままでは、うん、なかなかね魅力を発揮できないもんでも、それにどう手を加えるか、魚屋さんに行っても、うん、今日はイカが美味しいのが入ってるよって、これを煮付けとかにしてみたらどうですか、こういうふうにね輪切りにしてねっていうふうに言われるとイメージがついてきて、じゃあ買おうかしらってなるんですよね。だからこういうふうなね雑誌、全然林風っていう本はねすごくいいものではあると思うんですけども、いや今回例えば私の暮らし背景を知ってるとしたら、こう配りに来る方がね、まあ、あなたの久保さんの暮らしだったらここが今回参考になるんじゃないですかみたいなことをやっていくと、じゃあそこぐらい読んどこうかなっていうふうになると思いますんで、いいかなというふうにね思いながらの今回の動画でございました。うん、やっぱりね人の振り見て我が振り直せではないんですけども、うん、誰かに対して気づいたことってのはその人をねこう追求して貶めるためじゃなくて、あ自分はこうしようかなっていうふうに、考えていけばいいのかなっていうふうに今回の動画ではね思いましたね。はい、それじゃあ今回は以上です。